Zmeii! Kisama datta ka! は禁物だ。誰も逃がしません。やります。
を付与します。守ってみせる。大丈夫ですか？これで大丈夫なはずだ。守ってみせる。これを食らえ。見えた。あそこが弱点ね。援護するわ。背中は任せろ、ソフィー。敵を貫け。ちょっと無茶しすぎよ。後ろに下がりなさい。竜巻だ。弱点を突くチャンスかも。一緒に行動しない？逃がしゃしねえよ。仕方ないですね。限界のようだ。破壊するなら今だぞ。これを使おう。
イナイフと、それじゃあ一緒にグサッとひと突き。巨大タルボンバー、やったやった、されないよ。これでバッチリだよ。下がれ、無理は禁物だ。後に続くぞ。守って伏せる。これで終わりだ。弱点を突くチャンスかも。一緒に行動しない？アレットちゃん、私も行くよ。遅い。決める。ちょっと無茶しすぎよ。後ろに下がりなさい。破れそうだぜ。ふん、せや。リーボルト、連携で行くぜ。終わりだ。さあ、食らえる、食らえる。ソフィー、後に続くぞ。
ソフィー、後に続くぞ。これを使おう。一撃を受けよ。弱点をつくチャンスかも。一緒に行動しない？後に続くぞ。これでどうだ。後に続くぞ。
事だ、ラミゼル。そっちもね、リーボルト。強くなれるということか。少し強くなれた気がします。まだまだ成長するわよ。夢の核の状態を確認しますよ。あ、うん。ズメイ、私の宿敵よ。お前を倒すことが私の目的、騎士としての宿命だと思い今まで生きてきたが、お前は私自身の過去への思いが生み出した残滓に過ぎなかった。クソ、どうしてこんなことに。なんでズメイは夢の核を狙いやがったんだ。さっきのグロールが関係してるのかな。どういうこと。さっきね、倒れたズメイの中から小さなグロールが出てくるのを見たの。それはどういうことですか。わからない。出てきたと思ったらすぐに消えちゃったし。まさかズメイが夢の核を攻撃したのってそのグロールのせいだったとか。グロールって何なんだろう。エルビーラもわからないんだよね。
かわからないの。けど、もし本当にグロールが関係してるとしたら、前に私の眷属が暴走したのもそのせいかも。他の魔物に取り付く魔物か。でもどうして夢の核を狙うのかしら。その件は後で考えましょう。今は夢の核を直す方が先です。エルヴィーラ、すぐに夢の核の修復を。ダメ、私にはできない。なんで。夢の核を作ったのはエルヴィーラ様なんでしょ。私ができるのは新しく夢の核を作ることよ。なら新しいものを作って置き直せばいいさ。作るのだったらできるんだろ。できるけど、このひびの入った夢の核はこの大地と今でもつながってるの。告げ替えた瞬間に何が起きるか私にもわからない。一度、一つに。この大地、壊したくない。そっか、あなたたちも、まだ諦めたくないよね。ソフィー、なんとか、してみせる。私が、この夢の核を直してみせる。夢の核は普通の道具じゃないのよ。それでも絶対に直してみせる。この子たちだってみんな諦めてない。みんな元に戻りたいと思ってる。素材の声、核のかけらが言ってるんですね。元の姿に戻りたいと。うん、だから私が絶対に直してみせるよ。私にはもうどうすることもできないけど、ソフィーがやってみるって言うなら。ありがとう。それじゃあここに落ちてるかけらを拾ってロイテールに戻ろう。思いついたかも。さ、どこに行くの。街に活気が感じられません。何か。ちょっと待ってろ。おい、あんた一体何があったんだ。おい、どうした、聞こえてんのか。
俺はなんであんな夢を。あ？疲れた。もうどうでもいい。何もかも。なんだありゃ。どうなっちまってんだ。ソフィー、町長のところへ急ごう。とにかく現状を把握せねば。わかりました。カティさんのお店にいればいいんですけど。ねえねえ、どこ行くどこ行く。よーし、お金が足りないよ。新しいレシピ出来上がり。何を作っちゃおう。どこに行くんだ。フランカ、どうなってるの。ソフィー、よかった、待ってましたよ。街の様子が普通じゃないわ。私たちがいない間に何があったの。街が大量のグロールに襲撃されたんです。グロールに。なんてことだ。それで被害の方は。詳しい話はノーム、お願いします。はい、町への被害はほぼないと言っていいでしょう。用心棒の方たちと町長が前線に立ってグロールと戦ってくれたので。あんたが戦ったのかよ。有事の際に先頭に立って指揮を取るのは指導者として当然のことです。おかげでグロールの大軍は町の入り口付近で抑え込むことに成功しました。ただ何匹かは町の中へ逃げ込んでしまい、それにより住民が襲われたという報告も受けています。その人たちは無事なの。襲われたショックのせいでしょうか。こちらが話しかけても反応を返さないくらい無気力な状態になってしまっているんです。それならさっきも一人見たぜ。そんなことになってやがったのか。一応同じ症状の住民はそこまで多くないわ。問題はそれを治す方法がわからないことよ。薬でどうにかできるものでもないだろうし。くそ、私たちが町を離れている間にこんなことになっていようとは。こちらの報告は以上です。ソフィー、夢の核の方はどうだったのですか。夢の核にはヒビが入ってた。ズメイの攻撃を受けてたの。なんですって。それはかなりまずいですね。放っておけばあの辺りの大地が消えるわ。そんな、大地が消えるなんて。ほらみんな、そんな暗い顔しない。まだ諦めるには早いでしょ。だってまだ何も終わってないんだから。そうですね、まだ希望は残っています。実は町を襲撃に来たグロールの一匹を捕獲してあるんです。グロールを捕獲。謎の魔物だからね。戦うにしても
まずは情報が必要でしょ。カティの言う通り、今は少しでもグロールについて知ることが大切ですからね。なるほど。こちらも夢の核の修復をソフィーがやってくれることになりました。ソフィーが？うん、夢の核のかけらたちが言ってたの、元の姿に戻りたいって言っていた。夢の核のかけらたちが？素材の声。え？プラフト、素材の声のこと知ってるの？わかりません。なぜ私は急にそんなことを。なんであれ、やばい状況なのに変わりはないけど、ちゃんと希望も残ってる。なら今はその希望を武器にやれることをやっちゃいましょう。そうですね。グロールの方は我々が調べます。なのでソフィー、夢の核は任せてもよろしいですね。もちろん、絶対に直してみせるよ。信じてますよソフィー。それじゃあやることも決まったことだし、始めるとしましょう。うん、エルデビーゲとロイテールに暮らすみんなを守るために。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。出発ですね。ピリカさん、大丈夫？おかえり、アレット。見ての通り、僕は平気だよ。よかった、すっごく心配したよ。アレットは心配性だな。そこまで心配しなくても大丈夫だって。本当に大丈夫だった？グロールが押し寄せてきたって聞いたけど。うん、なんたってここには強い町長さんと用心棒の人たちがいるからね。そっか、本当無事でよかったよ。ほら、アレットも分かったでしょ、本当に大丈夫だって。分かってるけど、それでもやっぱり心配だよ。ピリカさんに何かあったらどうしようって考えただけでも怖いんだから。アレットは本当に優しい子だね。そんなことないよ、普通だよ。かもしれないけど、僕から見たらアレットはとても優しい子だよ。けど僕よりもアレットたちの方がもっと危ないことしてるのを忘れないでね。大丈夫だよ、だって私たち結構強いもん。頼もしいな。ともかくロイテールの方は心配しないでいいから、夢の核の方をよろしくね。もうこんな時間か。どれが欲しい？何を売って。手伝うから。
あなたたちがなりたいものになれるように。戻りたい、元の姿に。大地を支えたい。ありがとう、私の声に応えてくれて。ソフィー、今のはまさか。うん、夢のかけらの声を聞いてたの。今でもちゃんと元の姿に戻りたいのか、それを確認しておきたかったんだ。この子たちがそう思ってくれてるならきっとうまくいくよね。そうですね。うん、でもそのためにはどんなものが必要か私が頑張って考えないといけないんだけどね。ほう、ひびの入ったものを直すんだから。はあ、本当にあなたという人は。どれにしようかな。どこに行くんだ。よっ